オデッサ市電は、ウクライナの都市、オデッサに大規模な路線網を有する路面電車である。2020年現在、トロリーバスと共に、公共事業体、オデスゴルエレクトロトランスによって運営されている。オデッサ市内における、最初の軌道交通は1881年に開通した馬車鉄道で、続く1882年に開通したスチームトラム路線も含め、 19世紀の終わりには、オデッサ市内各地に、軌道網が築かれていた。一方、同時期には、旧、ロシア帝国各地の都市でこれらの交通機関よりも、輸送能力が高い路面電車の建設が、積極的に行われるようになり、オデッサでも20世紀に入ると、路面電車建設の機運が高まり始めた。それを受け、まず1906年には、 オデッサ市中心部と海岸沿いのルストドルフへ向かう路線の建設が始まり1907年に開通した。これに続きオデッサ市内でも1908年から路面電車の建設が行われ1910年9月24日に営業運転を開始した。これらの路線は期間線ミリメートルでオデッサ市との契約のもとベルギーの企業によって管理が行われ、 車両も同国製のものを使用していたが、後にロシア帝国各地の企業へも発注を実施し、馬車鉄道が完全に置き換えられた1917年の時点で300両もの車両が在籍していた。第一次世界大戦やロシア革命の混乱期には、路面電車の運行が一時休止し、1920年から1922年に、かけては1913年に廃止された、 スチームトラムが再度運行する事態になったが、1921年以降復旧工事が行われ、1927年までに戦前の路線網がほぼ運行を再開した。この時点でオデッサ市電は32系統、車両数301両を誇り、ソビエト連邦全体でも4番目の規模を有する路面電車となっていた。1930年代初頭には一部の系統が、 廃止されたが、一方で、乗客数は増加の一途をたどり、より多くの車両が必要となった。だが、当時のソ連では、路面電車の機関を1 5 2 4ト、mm、ルへ統一する動きが高まっており、オデッサ市電の1 0 0 0トルに対応した車両の製造は1934年を最後に停止し、国外からの輸入も国際事情などから困難な状況だった。そのため、 オデッサ市電は自社工場で新造車両を製造する事態になったものの最終的に期間を順次1 5 2 4ト、mm、ルへ変更することを決定し1934年から後期路線の運行が開始されたその過程でルストドルフへ向かう路線については路線の変更及び一部廃止が実施されている第二次世界大戦中オデッサは 数軸国側の占領下に置かれるなど甚大な被害を受けた。路面電車も数軸国によって一部区間が撤去されるなどの影響を受け、さらに整備もままならない状況となったことで多数の系統が運行を停止する事態になったが、それでも一部は戦略上の重要さから終戦まで運行を続けた。第二次世界大戦で荒廃した車両や、 施設の本格的な復旧は1946年から始まり、資材や予算が不足する状況の中でも、車両の更新、増備が行われた。また、同時期には、トロリーバスも運行を開始し、1950年代はトロリーバスの延伸が優先されたが、1960年代以降は両社とも、路線規模の拡大が実施された。 1965年から1970年までに計 8.8km が延伸され、車両もソ連のみならず東ドイツからも多数導入された。また1966年からはジェコスロバキアで開発されたタトラティさんの営業運転が始まり、大量導入を経てオデッサ市電における標準型車両となった。1970年代後半には、 オデッサ市電の路線網が最大規模に拡大したが、その一方で戦前から残存していた、機関線ミリメートルは改め機及び廃止が進み、最後に残った30号線は1971年をもって廃止されている。オデッサ市の路面電車、トロリーバス管理部門によって、長らく運営されていたこれらの交通機関は、 ペレストロイカなどの改革が進行していた1980年代後半以降、路線や系統の廃止により規模が縮小し始めた。経済の混乱が要因となった資金不足はソビエト連邦の崩壊後にさらに深刻化し、車両や施設の更新のみならず従業員への賃金支払いも難しい状況となった。さらに1990年代には、 数年にわたりこれらの交通機関の運賃が事実上無料になる事態となり、企業の再編が即急に求められた。それを受け、1999年にオデッサ市内の路面電車やトロリーバスを運営する公共事業体、オデスゴルエレクトロトランスが発足し、各種交通機関の近代化や安定化へ向けての各種事業が行われることとなった。 オデスゴルエレクトロトランスの管理下に入ったオデッサ市電では路線再編に伴い一部系統の廃止も行われたが一方で新系統の開通や既存の路線の整備などの近代化工事を積極的に行っている車両についても既存の車両の危機更新のみならず乗降が容易な超低床電車の導入が進められており2015年以降は自社工場で 旧型車両の機器を用いた超低省電車の生産も実施している。トロリーバス事業とともに、これらの施策や、それに伴う利用客の増加などの成績から、オデスゴルエレクトロトランスは2015年から2017年にかけて、ウクライナにおける有料な電気輸送機関運営組織に何度か認定されている。2020年4月の時点で、オデスサ市電では、 以下の系統が運行されている。運賃は、トロリーバスとともに1回の乗車あたり5フリブニャで、現金の他に非接触式、IC カードや NFC に対応したスマートフォンを用いた支払いも可能である。また1ヶ月分の定期券が180フリブニャで発売されているほか、最短7日、最大四半期まで、複数の期間で料金が設定された。 サブスクリプション制度も導入している。2020年現在、事業用を除いて、オデッサ市電に在籍する車両は、以下の通り。1番2番の各車庫に在籍し、車両修理工場で、修繕や予備部品の製造、機器流用車の最終組み立てが行われている。タトラ T3SU タトラ T3SU タトラ T3 SU チェコスロバキアの KD タトラで開発された東側諸国の標準型車両タトラ T3 のうちソ連向けの仕様変更を施した車両オデッサ市電には1966年から1987年まで大量導入が実施され旧型車両の置き換えが完了した1989年から T3M が導入された1997年までは 市電の全営業用車両がタトラ T3SU で統一されていた。そのうち1976年まで製造された車両は乗降扉が2カ所、それ以降の車両は3カ所に設置されている。2020年現在、事故で述べる更新工事が実施されたものを除いて、2、扉車が5両、3、扉車が29両営業運転に使用されている。 タトラ T3RP2002 年以降、タトラ T3SU の多くは制御装置を従来の抵抗制御方式から電気し、直波制御方式のものに交換し、エネルギー消費量や騒音を軽減させる更新工事を受け、形式名がタトラ T3RP に変更された。改造はオデッサ市電の自社工場で実施され、2012年まで、 毎年12から16両のペースで行われたが、改造に必要な費用が高額となったことから、同年をもって改造は打ち切られた。2020年の時点で改造を受けた111両全車が在籍する。タトラ T3 サックスソ連向けのタトラ T3SU を元に、チェコスロバキア各地の路面電車路線に合わせた仕様変更が実施された形式。 そのうちオデッサ市電で使用されているものは、プラハ市電で新型車両の大量導入によって余剰となり譲渡された車両で、2020年現在11両が在籍する。タトラ t 3ータトラ t 3ータトラ T3SU のうちラトビアのリガ市電で機器の更新工事が実施された形式。2015年以降一部車両がオデッサ市電に 上渡されており、2020年現在14両が在籍する。T3MT3M オデッサに本社を置く、鉄道車両メーカーのタトラユークは、KD タトラの支援により設立された企業である。当初は、KD タトラが展開していた、タトラ T6 バイト5の同型車両を、ウクライナ各地の路面電車へ向けて製造しており、オデッサ市電には1997年に一両のみ、 導入された。K1K1T3M を元に設計が行われたタトラ有区製の電車。オデッサ市電には2006年と2008年に計重量が導入されたが、それ以上の導入は予算の関係で実施されなかった。車体がタトラ T3 よりも大きいことから系統を限定して運行されている。K1MK1 を元に車体中央部を低床構造に改めた。 部分調停小電車。2015年にタトラユークとの間で導入契約が交わされたが、実際に導入されたのは1両のみに止まった。タトラ T3UA-3 タトラ T3UA-3 タトラ T3SU から車輪など一部の部品を流用し、ポリテクのサービスが新造した車体や電気機器と組み合わせる形で製造された部分調停小電車で最終組み立ては、 オデッサ市電の自社工場で実施された。最初に導入された3両はもともと、キエフ市電に導入される予定だったものが、予算不足により導入されず、オデッサ市電で運行されることとなった経緯を持ち、これらの営業実績が良好であったことから増備が決定した。2020年現在は16両が在籍し、t 3 k v p o という形式名で呼ばれることも、ある。また、 2018年以降に製造された車両は、全面デザインが変更され、オデッセイという愛称も付けられている。こちらは2020年の時点で6両が導入されている。K3R NKVPK3R NKVP オデッセイマックスタトラ T3UA-3 と同様、T3SU の一部部品を用いて製造された3、車体連接車。 全長31メートル、最大定員280人は、ウクライナの路面電車車両の中で最大で、オデッセイマックスという愛称が付けられている。2019年から一両が営業運転を開始し、2020年以降も、増備計画が存在する。レトロ超電車オデッサ市電には、イベント用車両として、旧型電車、 MTV-82 の機器を用い1980年代に製造されたオープンデッキのレトロ超電車が一両在籍する。一時は老朽化で運用を離脱していたが、2010年代に大規模なリニューアル工事が行われ、2018年以降、イベントや団体輸送に復帰している。オデッサ市電に在籍する。 胴体保存車両として、2020年現在二軸車の KTM-1 が一両存在する。営業運転撤退後は、事業用車両として使用されたが、その際に両運転台に改造され、内装の復元や塗装の修繕が行われて、以降も引き続き両運転台構造が維持されている。イベント時に、オデッサ市電各地の路線を走行する一方、 通常はトロリーバスや雪かき車等と共に車両工場に隣接したオデッサ電気輸送博物館に展示されており週末に一般公開が行われているこの車両は1952年製であり2019年の時点でウクライナの路面電車に在籍する走行可能な車両として2番目に古い車両となっているありがとうございます